こんにちは。航空法では国土交通大臣は航空機または回転翼航空機について新規登録をしたときは遅延なく当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならないとあります。そもそも打刻とは何でしょうか。辞書によりますと、打刻とは金属など硬いものに数字や記号を刻みつけることとあります。この写真は航空機の打刻ではありませんが、このようなことです。金属などのように硬いプレートに文字を打ち付けることが打刻です。インクですと月日や熱で消えてしまいますが、打刻だと大きな傷が与えられるまでは消えることはありません。打刻に打ち付けられる情報として機種名や製造番号等が記されています。昔は航空機のフレームなどに直接打刻しなければなりませんでしたが、最近では強度に影響が出るということで金属プレートに打刻して外れないように金属プレートを溶接やリベットによる結合等の手段も認められるようになりました。それでは航空機のどこに打刻しなければいけないかなどの決まりはあるのでしょうか。打刻する場所はフレーム、ビーム、バルクヘッド、スキンなどの原則交換されない構造部材であって、カバーやケーブルなどで覆われてなく、カバーやケーブルなどを動かしたりして直接目視可能な位置に取り付けしなければならないとなっております。旅客機などにも必ず雑穀はありますので、機会があれば見せてもらうといいかもしれません。